ちゃんたち、もう来てたんだ。カフェ、カリーノカリーナへ、ようこそー。なーんて。待って、みのりちゃんの新しい衣装、生で見れるなんて感激だよー。すっごくすっごく似合ってるね。 画面越しで見るより何倍も何十倍もかわいいよへへありがとう水きちゃんも制服すっごくすっごくかわいいよ <laughs> そうね似合ってるじゃない <laughs> ほんとかわいいみんなに言われるとなんだか照れちゃうなすっごいねこんなに近くでテレビの収録が見れちゃうなんて うん。もちゃんのみんなめちゃくちゃ可愛いし。久々にハッピーペロリを見せちゃおうかしらハッピーペロリええー、桃ももも,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 もしかして生でハッピーペロリが見れちゃうのえっと、ハッピーペロリって何ハッピーエムリデイの技の一つだよ何を食べる時でもそれじゃ いただきますうーんとっても美味しいわとーっても可愛く食べられちゃうハッピーアイドルモード1000%の技なのーたたかにちょっとあざとさはあるものの胸にギュンとくる可愛さがあるかも シフト入っててよかったー一生分の幸せもらっちゃったかもーよしできたふん、ふー割れながらなかなかの出来栄えだねえっな,なんかあったこのお皿の端っこのクリームちょっとつぶれてないかなえっ 確かに、他のよりはちょっとだけ低いかもしれないけど、そんなに気になるかな。それに、メインの真ん中のリボンのとこは、どのお皿よりうまくできたと思うし。ダメですやり直しですええー結構うまくできてると思うのにき 今悲鳴みたいなの聞こえなかったひままた注文来たようんまださっきの注文文も焼き終わってないのにえー、っとさっきのが6個注文で今が5個だから全部で12個きちゃんしっかり 簡単な足し算もできなくなってるよ。ええ、ええ！二回目の悲鳴が聞こえたね。なあ、やっぱり私だ。こんにちは。 嬉しいな本当にあるなんて私ね、君のことずっと見てたんだ私の、ことうん、思いがこもったとっても綺麗な歌を歌う私だなぁ別に、そんなことないと思うけどさきちゃん、今日は私たちのミニライブに来てくれてありがとうたくさんの愛をお届けしちゃうから 最後まで楽しんでいってね。ええー？こ、可愛い。アイリー先輩、うん、うん、アイリーちゃんが目の前にいる。入院してた時、何度も励ましてくれた。明るくて。 欲しいのはわかるけどもうその話10回くらい聞いてるからえっ、ー、そんなにしてたっけよーし よいしょーうん M ちゃんやっぱり避けるの上手全然当てられないよさっきパスはーいと見せかけておい天馬さんの後ろから桐谷さんがやっ ああ当たっちゃった残念だねいややったよはるかちゃんうんイエーイチョコフォンデュとっても美味しかったね魚肉ソーセージとチョコって意外と合うのね癖になりそうだったわおいしいのはどれだ変わり種選手権優勝ですもんね 味の点数だけだと、さつまいもの方が上だったけど、意外性を合わせると、ソーセージの方が勝って。うん、うん、白熱した戦いだったね。俺、ね、一度君と話してみたかったんだ。演奏もすっごくうまいし、ちょっと大人っぽくて、かっこいいしさ。かっこいい。俺がうん。さっきも、ギターの練習してたでしょ 歌と演奏でみんな引っ張っていくって、すっごくかっこいいじゃんそう、そうかなえええー、っと、それは、その、あんまり高くはなかったような。で、でも、低いものばっかりじゃなかったと思いますよ。ほら、家庭科とか。家庭科 あ、そうだ、数学も赤点じゃなかったし。あ、あ、あ、報酬そ、そんな先生嘘ですよねあ、報酬なんて、まさか、そんな。あははは、大変だね、アウン。まあでも、進級のためにも、しっかり頑張らないと。 ええな、なんで僕、テストの成績は問題ないはずですよね、うんそういえば、先生が急病になったとかで、数学と次の日の英語が入れ替わった日があったような。あれそうなると、英語の出席日数って、もしかして。<laughs> う、 えっと…その…はい…そ、そんなー <laughs> はぁ、あ…やだなぁ、補修…だねぇ…これから5日間も補修なんて… 耐えられる気がしないよ。でも、まさか弟くんまで一緒とはね。弟くんも赤点取ったんだ。うるせえな。補修なのはお前も同じだろ。僕は二人と違って出席日数が足りなかっただけだし。はぁ、あ。<laughs> うわぁ、二人ともひどい顔。大丈夫 お前は、元気だな。まあ、だいぶ寝てたし、そりゃそうか。まあね。最初にプリントざっと見たけど分かる範囲だったし、これなら金曜のテストも大丈夫かなって。うん、いいなあ。私もそんな風に言ってみたい。<laughs> まあ、いっか。いいよ。僕もあんた弟くんに教えてあげる。 本当ありがとう、水木。ほらほら、秋ともちゃんとお礼言わなきゃ。そうだな。悪い秋山。助かる。お、弟くんが珍しく素直だ。ふっ、ふー、これが見れただけで引き受けた価値あったかも。うるせえ。あー、もう、やっぱり全然わかんない。 これ本当に同じ日本の人が書いたの気持ちはわかるぞ。直感的に頭に入ってこねえんだよな。あははは。まあ、古文は単語を覚えないとどうしようもなかったりするしね。うん。どの単語がわかんないのええと、どれっていうか、ほとんど全部全部か。よし じゃあ、一つずつやってこ。うあ,あ、ありがとうみんな。私にもやっと意味が分かったよ。さすが白石くん、筋がいいね。ま、一行読めただけだけどな。そういう秋とは、練習問題は解けたのかさっきから手が止まっているようだが。<laughs> <laughs> まずは一歩にーってことで、この調子でどんどん読んでいこうよ、アウ うん、うん、ぐぬぬうわ疲れたもう何も覚えられんうわー司先輩がまた爆発したおやもうそんな時間か司君は優秀なタイマーだねじゃあそろそろ休憩にしようかそうですね明人と白石も疲れているようですし あ、休憩。やったー。げ、限界だ。俺は少し、屋上で風に当たってくる。あー私も行ってこようかな。もう頭がパンクしちゃいそうだし。行ってらっしゃい。ってらっしゃい。ていうか、アップルパイ。せっかく買ったのに冷めちゃうよ。 ほら、あんも食べて食べて。あ、そうだった。いただきまーす。んー、なにこれ。すっごい美味しい。疲れた頭には、やっぱり甘いものが一番だねー。たったいまーす。飲み物と、お菓子とかの食べ物、買ってきたよー。 もう遅いよ、二人とも。僕、お腹ペコペコになっちゃった。ごめんごめん。でも、頼まれてたフライドポテトも、ちゃんと買ってきたよ。ほー、待ってました。俺のチーズケーキははいはい。これでよかったっけんサンキュー。うっと、このコーヒーは、当夜の分だったな。暑いから気をつけるんだぞ。ありがとうございます、つかさ先輩。 神城先輩、昨日教えてくれた語呂合わせ、ありがとうございました。おかげで元素、ちゃんと覚えられたと思います。そうか。それじゃあ早速、元素を書き出してみよう。はい。えっと、あれどうしよう。語呂合わせだけ覚えて、中身覚えてなかったー。そこで、この装置の出番だ。 まあ、さっきから目には入ってたんですが。何な,なんすかそれ。ふふ。これはね、自作の瞬間記憶装置だよ。五感を激しく刺激し、覚えたいものを瞬時に記憶することができるんだ。まだ実験段階ではあるけれど、安全性は保証するよ。どうだい試してみないかいしののめくん。誰が使うかそんな得体の知れねえもん。ま、私。 ちょっと興味あるかも。それで、このわけわかんない科学式が、全部、頭に入るなら。お、落ち着けしらいし、地道にやるのが一番の近道だぞ。おーーもう、瑞ズもうちょっと抑えなって。 だってさ、校長先生の話って長くて眠くなんない <laughs> まあ気持ちはわかるけど。なんだそれ。ドーナツか。そう、駅前でセールしてたの。すっごく安かったからこんなに買っちゃった。お、でも、あんたの分はないからね。はいはい。俺も期待してねえよ。そういえば、 同じ教室で勉強してて思ったんですけど天馬先輩って意外と真面目ですよねん意外とは何だ意外とはいやいや意外ですってばだって風紀守らないじゃないですかこの一年だけでも先輩たちがどれだけ機代に上がったことかうんそれを言われると偶の根も出ない 本当だよ。って、あれいちかちゃん、今日のお昼も焼きそばパンうん。やっぱり好きだから。<laughs> 本当にいつも食べてるよね。それに、焼きそばパンを置かずに焼きそばパンを食べるなんて、最初はすっごくびっくりしたよ。え、そうだったのよく考えたら、ほなみも。 好きなものをいっぱい食べてるもんね。えほら、この前のアップルパイとか、20個くらい買ってたけど、全部一人で食べたって言ってたでしょえ ?20 個もい、一日で食べたわけじゃないよ。私だったら、どんな曲を流すかな。やっぱりミクの曲とか、ミクの曲なら、 いくらでもおすすめはあるし、みんなに聴いてもらいたい曲もたくさん。いちかちゃん、もしかして、みくちゃんの曲流したいなーって思ってるえ、そ、それは。でも、すっごく可愛いんだよ。私が帰ってくると、顔を上げてチラチラって舌を出すの。そうなんだ。 パール伯爵も、コハネちゃんのことを分かってくれてるんだね。うん。あ、それとね、手をかざすと頭をくっつけてくれたり、ご飯を食べるときは、普段はちっちゃい口が大きくなって、まるっと食べるんだ。それが迫力あって、普段はちょっと怖がりな子だから、ギャップもあって、すごく可愛いなって思うの。えへへ、コハネちゃん、本当にパール伯爵のことが好きなんだね。あ、 ちょっと、話しすぎちゃったかな。そういえば、そういうポスターよく廊下に貼ってあるね。あれって、美観委員の人たちが作ってたんだ。たまに、すごい抽象画みたいなポスターがあって、なんだろうってみのりちゃんと話してたっけ。ああ。もしかして、私の書いたポスターのことかな。では 同じクラスになれたことを祝して2年生もよろしくワンダーホーイワンダーホーイふぅー。えへへ二人と同じクラスになれて、ほんとに、ほんとに嬉しいなこれからも一緒に、いっぱい遊ぼうねうんあ、そうだ 今度みんななでプリしたらないあ,ーあれいっぱい落書きできて楽しいよねああと一緒にゲームしたいないいねいいねあとはみんなでカラオケ行ったりパフェ食べたりいや一日じゃそんなに回れないでしょでもでもせっかく同じクラスになれたしちょっとだけでも遊ぼうよ たまにならねやったー昨日お母さんが用事で家にいなくてそれで私時間もあったし家族みんなの夕飯を作ったんだそしたらあんなに小さかった咲が立派なご飯を作れるようになって俺は俺は感無量だ 急に泣き出しちゃったのしかも司さんだけじゃなくてさきのお父さんも一緒になって泣き始めたんだよね昨日の朝うっかり前のクラスに入っちゃって1年生の子から変な目で見られてすっごく恥ずかしかったよウハ <laughs> ちゃんも1年生もびっくりだねでもでも今日はあたしも一緒だから大丈夫だよ ちゃんと2の b の教室に2って。あれれここって。あー、!M ちゃんここ1年生の廊下だよ。またやっちゃったえ。ごめんね。私もまだ全然慣れてなかったみたい。私はね。私はね。あちあちでヒリヒリで食べるとうわー。 走り出したくなっちゃうやつあちあちでヒリヒリあ分かったカレーだねピンポンピンポーンきちゃん大正解だよあ当たってるんだ今からお掃除するのにウサギさんを隣の部屋に移動させなきゃいけないんだけどよかったらシホちゃんも抱っこしてみる私は飼育員じゃないし。 必要ないと思うけど。でも、掃除の手伝いで必要なら。花里実りついに、ついに念願を叶え、遥香ちゃんと、クラスメイトになることが、できたのですいや、団員制はそこまでクラス多くないし。 みのりと桐谷さんが同じクラスになるのはそんなに驚ど違うよそういうことじゃないんだよしほちゃんはるかちゃんとクラスメイトってことはつまり教室で同じ空気がメーたっり授業を受けるはるかちゃんが見れたりそういうそういうハートフルな学園生活が送れちゃうんだよこんなの控えめに言っても奇跡だよああなるほどでも実際 みのりと離れ離れにならなくてよかったな。授業を中抜けするときとか、一緒に行動できた方が都合がいいし、何より、みのりがいてくれると、私もうれしいから。は、はるかちゃん眩しすぎるよはぁ、<laughs> なんかこれ、新手のコントになってないえーっと。 前にコロコローってやって、ヒュイって元の位置に戻ればいいんだよね。うん。膝立ちの状態でローラーを正面に置いて、腹筋を意識しながら、できるだけゆっくり前に転がしてみて。よーし。ゆっくり。ゆっくり。腕、伸ば。 あね、ーもうダメあっ初めて弓道部を見学した時のことを思い出してすごく懐かしかったな懐かしかったってたった2年前じゃないの孫を見るおばあちゃんみたいなこと言わないのおばあちゃんか。 縁側でのんびりお茶を飲んでる日の森さん、想像できちゃうな。あら、どうしてわかったの私が縁側でお茶を飲むのが好きって。っえくっ、は <laughs> は好きならしょうがないわね、おばあちゃんでも。<laughs> そうだね。なんでそんなに笑ってるのずるいわ、私にも教えて。 教えてって言われてもね <laughs>。あ、朝浅倉先輩。こんにちは、アタリさん。にわとり。こ、こんにちはだい、ワンダどうしよう。 このクラスの人たち、なんていうか、全体的に、明るすぎる。はああおはよう、草薙さん草薙さんも A 組だったんだね一年間よろしくお、おはよう、白石さん。まさか、お前たちと同じクラスとはな。お、おはよう。 失礼するぞー。じ<っ>、なんであいつら2年の教室に。た、他人のふり、他人のふり。おーい、ねねー、どうだ、新しいクラスは。クラスメイトとは仲良くできそうかい？だ、だ、最悪。 いやあ、でも本当にト也くんが同じクラスでよかったよ。さっき僕が先生に頼まれた荷物運んで、重いってなってた時もすぐ手伝ってくれたし。目の前でクラスメイトが困っているなら、力になりたいと思うのは当然のことだろう。うん、素晴らしい心がけだな、東もうおい、東ヤ、あんまいいように使われるんじゃねえぞ。 水木はそういう調子のいいところがあるからね気をつけるんだよ青柳くん秋山にはいつもよくしてもらっていますがそういうこともあるんですねわかりましたへえー、ルイまでひどいやうやいるかいるよ相変わらず仲良しなんだねお前今日は来てたのか 来てたっていうか今来たとこでクラスメイトとしてトーヤくんと仲良くおしゃべりしてたんだえ <laughs> 全然興味ないって顔だ俺のせいで黒板が見にくいかもしれないな。そうでもないよっていうか別に黒板なんて見なくても教科書読んでおけばなんとかなるし大丈夫それならいいが先生が悲しむぞ あはははそれはごめんってことで。うんうん。知り合いがいないくらいで、おじけづいてちゃダメ。よし。ええい、いつからそこにすまない。どのタイミングで声をかければいいか、迷ってしまった。 美味しかったー絶品っていうだけあってちゃんと美味しかったね私も夢中になって食べちゃいましたエヘ <laughs> おなめちゃん一口目を食べた時パーって笑顔になって目もすっごくキラキラしてたもんねえっ見てたのいやーあんなに幸せそうにアップルパイを食べる人初めて見たよみずきさんたちも は恥ずかしい。